本校では、ルクセンブルクの歴史について述べる。現在のルクセンブルク対抗国は、狭い国土ながらも、主権を確保した独立国であるが、古来よりドイツ語圏とフランス語圏の境界、あるいは両属する地域として存在してきた。そのため、フランス語とドイツ語が主な母語であったが、1984年に初めて、ルクセンブルク語が公用語に格上げされた。 さらに、ルクセンブルクは多言語を操ることができる人々が多い上、人口の30%が外国人である。しかしこの多様性の中、ルクセンブルクはアイデンティティの確保に成功しており、その結果現在も独立国として存在している。このことは、1992年にマーストリヒト条約を調印したにもかかわらず、それに対して、 国民らが懸念を表したことからも明らかである。初期の歴史においては、現在のルクセンブルク領だけではなく、関連する他のヨーロッパ諸国についても断片的ではあるが記述する。全般については、各項目を参照されたい。戦死時代の遺跡、ルクセンブルクルクセンブルクで発見された最古の石器は、旧石器時代前期に属するものである。ただし、人類自体の生活遺跡は、 旧石器時代後期のこととなり、ミューレンダールで発見されている。その後、ロシュプールでは中石器時代に生存していたと見られる。若い男性の頭蓋骨が発見されたが、それまでのものはすべて洞窟や岩陰で発見されている。新石器時代以降は大地で発見されており、人々が森や谷から活動範囲を移動していたことが推測されている。青銅器時代は、 ヨーロッパ東部からケルト人らが進出してきた頃にはすでに始まっており、そのまま鉄器時代へ移行こう、ケルト人の一派でゲルマン人と混合していたと考えられるトレビール人らが紀元前3世紀頃にモーゼル川中流に住み着いた。その後、ローマ人らの進出が始まり、ガリア戦争によりルクセンブルク地域一帯はローマに征服されることとなったが、 ローマ人たちは小規模な形で駐屯したため、ルクセンブルク周辺の人種構成には影響を与えることはなかった。ただし、言語構成はその影響を受けたため、ケルト語からラテン語へ重心が移動した。ルクセンブルクにおけるローマ時代の遺跡ローマ支配下にあった4世紀間、ルクセンブルク周辺は平穏であり、機関道路網の建設なども行われた。そして、 キリスト教もこの時代に布教され、トゥールの聖マルティノスが活動を行い、聖マルティノスを頂点とする活動が行われた。しかし3世紀から4世紀にかけて、ゲルマン人が侵入を開始、特に406年から407年にかけてのライン地方への侵入は、規模が大きく、ルクセンブルク周辺のほとんどが、その略奪の対象となった。ローマもこれには対応しきれず、総督府を トリーアからアルルへ撤退させ、450年以降に、北ガリア地域からローマは撤退、ゲルマン人支配下となった。この時期以降、フランク王国の成立までは、ゲルマン人らの支配が続いたが、ゲルマン化が急激に進むこともなく、北部をフランク人、南部をアラマンニ人らが支配した。その後、フランク人をクロビスが統一したことにより、ルクセンブルクは、 フランク王国支配下となった。その後、カロリング王朝の成立により、ルクセンブルク一帯はその中心地域となりティオンビル、ロングリエに王宮が建設され、カール大帝もこの地域で重心会議を開き、さらにはトリーアの生幕市民修道院にこの地域を与えている。その後、ルートビヒ一世が840年に死去したことにより、フランク王国は三分割されることとなり、 この地域は、長男のロタール一世の支配下となった。そして、ロタールが死去したことにより、中フランク王国はさらに三分割され、この地域は、次男のロタール二世が引き継ぐこととなり、ロタリンギア王国と称された。しかし、ロタール二世が創生するとその王子である西フランク王、シャルル二世、東フランク王ルート比比比二世らが、介入、八百七十年のメルセン条約により、 ロタリンギア王国は分割され、ルクセンブルク周辺は西フランク王国へ併合されることとなったが、880年リブモント条約において西フランク王国に併合された地域は東フランク王国が無理やりに奪い取ることとなった。ジーク・フロイト・フランク王国の分裂とその衰退は各地の有力な人々が地域で立ち上がることを可能にした。その中の一人に、 ジーク・フロイト伯爵の名前が残っている。しかし、ジーク・フロイトは伯爵ながらも治める地域も小さく、土地も分散していた。彼は神聖ローマ皇帝とトリイア司教の間で、立場を入れ替えながら活動していたが、彼とその子孫は、領土の拡大を狙っていた。ジゼルベール・ルクセンブルクの名前は963年に、ジーク・フロイト伯爵とトリイアの静幕市民。 修道院との間で交わされた契約書により初めて現れることとなる。この契約は土地の交換に関するものでジークフロイトの所有地と聖マクシミン修道院の所有する土地を交換するものであったが、この地域は現在のルクセンブルク市中心部を形成することとなった。ジークフロイト伯爵の親であるウィゲリッククネゴンで、夫妻はダイアルデンヌ家の子孫であり、後にベルダン、バル、 ルクセンブルク家の三夜を出すこととなる。このジーク・フロイト伯爵は、アルデンル伯を名乗り、ルクセンブルク伯を名乗ることはなく、孫のジゼル・ベールが、ルクセンブルク上伯を、さらにソ孫ソコンラッド一世が初めて、ルクセンブルク伯爵と名乗ったことにより、事実上のルクセンブルクが形成されることとなった。ただし、現在では、ジーク・フロイトが国の創設者であり、 1963年の契約書により、ルクセンブルクが形成されたと位置づけがなされている。クネゴンデとハインリヒ2世さらに、ジークフロイトは、娘のクネゴンデ。その後、アンリ1世の後を継いだ、アンリ2世が再び、バイエルン公爵の地位を得たが、アンリ2世は創生したため、その併合は成功しなかった。その後もルクセンブルクは、領土拡大を図っていたが、 周辺には死境区が存在しており、その領域拡大は成功しなかった。しかし、八代目のコンラット二世が死去したことにより、断刑が途絶えることとなったが、皇帝ロタール二世の命令により、ルクセンブルク伯領はナミュール伯家のアンリ四世も大目伯が継承。ここにルクセンブルクナミュール家が成立した。さらにアンリ四世は、実家の父親が死去したことにより、 ナミュール伯爵領を1139年に、継承、さらに1153年には、ラ・ロッシュ・デュルビュイの伯爵領も受け継いだ。エルム・シンド女伯爵しかしアンリ・4世には、結局、男子が生まれることなく、晩年に、娘、エルム・シンドが生まれたのみであった。老齢のアンリ・4世はこの領土を受け継がせるために、当時一歳であったエルム・シンドを、 シャンパーニューハクアンリ2世やバールハクティボー1世らと婚約させた。1199年、ディナン条約によりナミウールを失うこととなったが、ティボーと結婚したエルムシンドは、ルクセンブルク、ラ、ロッシュ、デュルビュイの各地方の確保には成功した。さらに1214年、ティボーが死去したことにより、エルムシンドは、リンブルフ公爵家の後継ぎバレランと再婚。 アルロンの降赦領を得ることとなった。その後、1226年にバレランが死去したことにより、エルムシンドは除白尺となった。この時代、それまで神聖ローマ帝国の影響下にあったルクセンブルク博羅は皇帝と距離を置き始め、フランスの影響を受けることとなり、フランスから当主の妻を迎え、さらに公用語もフランス語に置き換えられた。 そしてフランス国内の諸公が中央集権に従順であったのに対し、ルクセンブルク博は独立性を高めていた。さらにこの時代に白色化の紋章が確定したが、この紋章には銀、金碧の十本の横縞、火を吐くライオンが描かれ、この三色は現在のルクセンブルクの国旗に使用されることとなる。アンリゴ世エルムシンドの息子アンリゴ世金髪博は、 ー土の形を整え、後にルクセンブルク領となるフィアンデン博を自らの傘下に収めることに成功した。なお、この時、ルクセンブルク博家は再度断景が途絶えたため、この時代以降バレランの出身であるリンブルク家にちなみ、ルクセンブルクリンブルク家と称されることとなる。アンリ5世の息子アンリ6世はリンブルク家の継承問題に介入。 ブラバント公尺と対決するまでに至ったが、1288年、五輪ン,ンの戦いで、敗死、領土拡大の野望は、一旦、途絶えた。ハイン・リヒ七世本家のアルデンヌ家とバール、ベルダン両文化は没落していったが、ルクセンブルクは徐々にその勢力を拡大し、新生ローマ皇帝にアンリ七世が選出されることとなった。ハイン・リヒ七世は即位後、領土の拡大を狙って、 息子ジャンとボヘミア王バーツラフ3世の妹、エリシュカの間で婚約を結ばせたが、バーツラフ3世の死後に王位継承をめぐる争いが起こった際、ジャンとエリシュカを結婚させて、軍勢をボヘミアへ派遣し、ジャンをボヘミア王位につけた。ハイン・リヒ7世が皇帝に選出されたことにより、それまでフランス寄りであったルクセンブルクはドイツに引き寄せられることとなった。 ハインリヒ・ナラセギの死後、その息子ジャンは弱年であり、かつ、ルクセンブルク博の勢力が強力すぎるという理由から、皇帝に選出されなかったが、バイエルンコ・ルートビヒを支援して皇帝に即位させた。戦場を駆け巡るジャンジャンは、勢力拡大のために、リトアニアからイタリアまで駆け巡り、子供たちをそのために利用した。ボヘミアの統治は暗章に乗り上げていたが、ルクセンブルクでは、 成功を収め、1340年に開設された定期商業史は現在も続いている。ジャンはフランス王家との関係を深めており、後のフランス王シャルル4世美貌を終え、妹のマリーをジャン2世全量を終え、娘ボンロを嫁がせることに成功、さらに再婚相手にもブルボンコールイ1世の娘、ベアトリスを選んだ。ジャンはルクセンブルク家によく見られた。 視力衰弱の結果、視力を失うこととなったが、百年戦争が勃発すると、フランス王フィリップ六世の元へ駆けつけた。息子シャルルがカール四世として神聖ローマ皇帝に選出された1346年、クレシーの戦いで戦死したが、ジャンはその功績で、ルクセンブルクにおける歴史上最も輝かしい英雄として語り継がれることとなる。 クレシーの戦いで最後を遂げるジャンカール四世は、即位の後、帝国統治の資金を得るために、ルクセンブルク伯領を買い戻せるという権利をつけた上で売り払ったが、これは、父ジャンの遺言、イボテー、ベンセラス一世へ譲るということを無視するものであった。しかし1353年、ベンセラス一世に、ルクセンブルク領を譲ると、さらに翌年には伯爵くらいから公爵家へ、 昇格させることにより、その地位を強化した。ベンセラス一世は、ジャンの時代に併合していた、シニーにク領の残り半分をヘドン。この領域は、ルクセンブルク公爵領の名前で総称されることとなった。に、そして、ベンセラス一世は、ブラバントクゲの後継ぎであったジャンヌと結婚していたため、1355年には、ブラバント公領も受け継がれたが、 ベンセラス一世とその妻ジャンヌラが子供を残さずに死去すると、ブラバント公領は失われることとなった。ただし、ベンセラス一世が、ブラバント公爵を受け継いだとき、ブラバントの人々の権利や習慣を尊重するとして、ブラバントへの歓喜の入国の制約を結び、ブラバントの人々から歓迎されている。1350年頃のルクセンブルク伯領ベンセラス一世の死後、 カール4世の息子で神聖ローマ皇帝でもあった、ベンツェル2世の後を継いだが、ベンツェル2世は凡用で、なおかつ、ルクセンブルクを資金を得るための道具として扱ったため、現在のルクセンブルクでの評価は著しく厳しいものとなっている。ベンツェル2世は2度しかルクセンブルクを訪れておらず、さらに1388年、資金を必要としていた彼は、 いとこのモラビア編教博ジョスへ提当として、ルクセンブルク公国を譲った。そのため、1388年から1461年までを、ルクセンブルクでは、提当物件時代と呼ぶ。1388年、提当とされた、ルクセンブルク領は天、ジョス、オルレアン公・ルイ、ブラバント公・アントワーヌ、アントワーヌの妻で一族のエリーザベト・ホンゲルリッツへと、 それぞれ転売され、最終的に1441年ヘズディン協定により、ブルゴーニュのフィリップ全領港の手に渡った。フィリップにとってルクセンブルクは各地に散らばる領土を接続する重要な土地であり、これらの領土をまとめ上げ勢力を拡大して、フランス、ドイツの間で新勢力を形成しようとしていた。しかし、 ルクセンブルク自体の所有主権者であるエリーザベと3の夫アルブレヒトが死去したことにより、アルブレヒト2世の婿で、ザクセン選定校家の中林元砲博ビルヘルム3世が、アルブレヒト2世の死後に生まれたラディスラウスが主権者で、あると主張し、国内はザクセン派、ブルゴーニュ派に分かれて争うこととなった。首都ルクセンブルク氏はザクセン派に就いたが、1443年に、 全領公はルクセンブルクを占領した。しかし形式上、ビルヘルムがその権利を放棄したせに461年まで、全領公がルクセンブルク公爵と認められることはなかった。一旦途絶えた、ルクセンブルク家は、アンリ五世の時代に、ジナンバレランがリニーの領地を受け継ぎ、文家のルクサンブールリニー家を建てており、これは名称を変えつつも長く受け継がれることとなる。 1443年、ルクセンブルクは、ブルゴーニュ公国の一部となったが、この冷属状況は1839年に、ルクセンブルク大公国として独立するまで続く。ブルゴーニュ公、シャルル・フィリップ全領公の息子シャルルはブルゴーニュを呼び、ネーゲルラントの諸公国の合体を目論み、ロレーヌ・リエージュ領公国を併合しようとした。リエージュにおいては保護権を主中に収めたが、 ドレーヌでは後期が発生し、この沈圧に向かったシャルルは1477年にナンシーの戦いで戦死した。一人娘マリーが相続人となり、ハプスブルク家のマクシミリアンと結婚して共同でブルゴーニュコを継承した。さらにマリーが創生したことにより、ブルゴーニュコ王位は二人の息子フィリップコーが受け継いだが、フィリップは後にアラゴン。 カスティーリャ両王国を結婚により継承した。カール5世さらに、フィリップの息子シャルルはこれらを受け継いだ上で1520年、神聖ローマ皇帝に選出されるが、ルクセンブルクは広大なハプスブルク領の一翼を担っていた。シャルルが神聖ローマ皇帝に即位した後の1542年、以前より対立していたフランスがルクセンブルクへ攻撃を仕掛けたが、これは撃退した。しかし、 翌1543年、再度フランス軍が攻撃を仕掛けた際にルクセンブルクは持ちこたえられず、フランス王フランソワ一世が入場する事態に至った。カール五世は1544年には、ルクセンブルクの奪取に成功した。5。これらの戦いが発生したことから、ルクセンブルクはハプスブルク家におけるネーデルラント防衛の最前線と、歌し。 フランス王国の進出に備えて要塞化された。カール五世は1556年に退位するが、その際に広大な領土を2分割、ルクセンブルクを含むネーデルラント17州とスペインは、息子フェリッペ2世に受け継がれた。そして、フェリッペ2世それまでの格闘地者らは、ルクセンブルクを含むネーデルラントが諸公国の集合体であったことからその権利と習慣を尊重してきたが、 フェリッペ2世は、ネーデルラントの統治において、伝統や自治を無視し、中央集権化を図って、絶対主義を押し付けた。6. しかし、カルバン主義の影響を受けていたネーデルラントにおいて80年戦争が、勃発、北部の諸州は後に独立を勝ち取り、ネーデルラント連邦共和国を形成することとなる。一方、 カトリックの影響を受けていたルクセンブルク7ナナを含む南部の諸州はスペインに留まり、スペイン領ネーデルラントを形成した。1547年頃のハプルスブルク領戦5 9 8年、フェリッペ2世は、娘のイサベルとその向こうアルブレヒト大公に、南ネーデルラントを譲り、アルブレヒトは、南ネーデルラント総督となった。アルブレヒトとイサベルの死後、南ネーデルラントは再び、 スペインハプスブルク家の元へ戻り、南ネーデルラントでの国家形成のチャンスは消滅した。1616 16年、30年戦争が勃発すると、ルクセンブルクもその混乱に巻き込まれた。特に1635年にフランスが参戦するとルクセンブルクは戦場と化し、傭兵たちがルクセンブルクで暴虐の限りを尽くした上に、上とペストがルクセンブルクを覆い尽くした。 結局、1648年に、ベスト・ファーレン条約が結ばれて30年戦争が終了。そしてこの時、ルクセンブルクの一部、蜂がフランスに割譲され、フランス領ルクセンブルクを形成した。しかし、フランス王ルイ14世はそれだけで満足せず、ピレネー条約を都合よく解釈して、ルクセンブルクの大部分を要求。 1679年から1681年の間に攻撃を開始、1684年にはルクセンブルク市を占領した。その年、急戦協定が結ばれ、ルクセンブルクは徐々にフランスに取り込まれつつあり、この時代にルクセンブルク市街地の外周兵器は建設された。しかし、ルイ14世に、 スペイン王位継承のチャンスが発生すると1688年に勃発していた大同盟戦争をレースウェイク条約を結ぶことによって妥協。ルクセンブルクはフランスから再びスペインハプスブルク家の元へ戻ることとなった。ルクセンブルク要塞1700年、カルロス2世が死去したことによりスペインハプスブルク朝が途絶えたが、カルロス2世はスペイン王位を 姉の孫安住公フィリップへ譲ることを表明していたが、おばの孫にあたり、同族でもあるオーストリアハプスブルク家のカール6世も、その権利を主張。1701年、ここにスペイン継承戦争が勃発した。この戦争により、スペイン王位、スペイン本土はフィリップが継承することとなったが、スペイン領ネーデルラントは、カール6世が受け継ぎ、オーストリア領ネーデルラントとなった。 カール6世は、ルクセンブルクの戦略価値を考え、1726年から要塞化を始めた。この工事は40年にわたったが、ルクセンブルクは、ヨーロッパ各地での戦争、ポーランド継承戦争やオーストリア継承戦争、7年戦争に巻き込まれることはなかった。これは1754年のフランスとオーストリアの和解による恩恵の賜物であった。この時期、 戦争資金や兵士への徴用などはあったものの、これまでの2世期間と比べればおしなべて平和な時代であった。マリア・テレジアとその息子ヨーゼフ2世の時代、ルクセンブルクは改革の時代に入った。マリア・テレジアは総督に、規定、シャルルド・ロレーヌを任命したが、シャルルは、ネーデルラントの所得権の尊重を行いながら、有用な改革を行う、よう勧告。 1740年以降様々な改革が行われた。1766年には、徴税を公平にするために、土地大調の制定も行われ、それまでの特権や既得権などにまで改革の手は及んだ。そのため、シャルルは南ネーデルラントでは人気のある統治者となり、1753年以降は、負債も解消され、1760年代には黒字へ、 転換した。さらにマリアテレジアの40年にも及ぶ知性の間、ルクセンブルクでは、オランダとを結ぶ幹線道路も建設され、交通網の整備が整ったが、その後を継いだ、ヨーゼフ2世紀の改革は、伝統的な所得権を廃止したため、すこぶる人気が悪かった。1789年7月に、フランス革命が勃発すると、その影響を受けたベルギーでは、 ブラーバント革命が勃発、オーストリア軍はルクセンブルクへ撤退、ベルギーではベルギーが死州国の建国が宣言された。しかし、ヨーゼフ2世の後を継いだ、レオポルト2世はベルギーが死州国を、撃破再び南ネーデルラントは、オーストリア領となった。フランス革命の波及を恐れたレオポルト2世は、1791年にプロイセンと同盟を結んだが、 これを危機としてフランスは4月にオーストリアへ宣戦線布告を行った。当初はプロイセンオーストリア軍らが有利であったが、バルミーの戦い以降は形勢が逆転、さらにジュマップの戦いによりオーストリア軍は撃破され、オーストリア領ネーデルラントはフランスに占領された。その後、一時的にオーストリアはネーデルラントを奪取することもできたが、結局1795年に、 フランスに併合され、1797年のンポ・フォルミオ条約及び1801年のリネビルの和訳によって、皇帝フランツ2世は南ネーデルラントを正式に放棄した。1795年、フランス国民議会は、オーストリア領ネーデルラント及びリエージュ市協領の併合宣言、フランスの県に組み込まれ、ルクセンブルクは一旦消滅した。さらに、 フランス国民議会は南ネーデルラントにおいて同化政策を強行。それまでの行政機関は近代的行政機関に置き換えられた。しかし、この改革はメートル法、共和歴の導入などにまで及び、旧来の習慣と衝突したため、南ネーデルラントでは不満が高まっていた。百九十八年九月、ルクセンブルクでは徴兵制に対する抗議運動が、 発生したが、これは鎮圧された。ナポレオン・ボナパルトが第一失政に就任した後の1801年に結ばれた宗教教約によりこの空気は和らげられはしたが、ルクセンブルクの人々が新体制の中で高い位置を得ることは困難な状態に変化はなかった。その後、ナポレオンが皇帝に即位したことによりフランス帝国の一部となった。 ルクセンブルクもその攻防に巻き込まれることとなり、徴兵が急増、その半分が生きて帰ることはなかった。フランス革命による影響を受けた、この20年間に、ルクセンブルク内のフランス語人口は大きく、減少したが、一方でフランス語の地位を強化することにもなり、現在も公用語の一つとされている。ルクセンブルク大公義用無一世1813年10月の、 諸国民戦争でナポレオンに勝利した同盟軍は1814年5月にルクセンブルクの占領に成功した。評論家ジョセフ・ゲレスによれば南ネーデルラントの人々は再びハプスブルク家による統治を望み新生ローマ皇帝万歳と叫んだとされている。しかし列強国はフランスの解体と封じ込め、そしてフランスから奪い返した領土の分配を考えていた。 そのためにウィーン会議が開催されたが、これは各国の利害が衝突し、父として進まなかった。ルクセンブルクの立場は低く、ハプスブルク家はルクセンブルクにこだわりを持っておらず、さらに、ルクセンブルクを含む南ネーデルランドをフランスに、対する障壁として用いることをイギリスが強く、推していた。そのため、ハプスブルク家はネーデルランドを手放す代わりに、ベネツィア、 ロンバルディアを手に入れ、そして南ネーデルラントと旧ネーデルラント連邦共和国からなるネーデルラント連合王国を形成、オラニエナッサオケの議用ム一世に委ねることとなり、ルクセンブルクもその中に取り込まれた。この時、プロイセンがルクセンブルク、リエージュ、ナミュールの各公国の併合を強く望んでいた場合、併合される可能性が存在したが、結局プロイセンは、 行動を起こさず、ルクセンブルクがプロイセンに併合されることはなかった。ルクセンブルク領の変遷さらに、ルクセンブルクにとって幸運なことに、ルクセンブルク行為も王位へ統合される可能性があったにもかかわらず、オラニエナッサ受けが飛び地であった、小公国、銃を手放す代償の形で、ルクセンブルクが与えられた。この時、ルクセンブルク公国は大公国へ格上げされ、11、 さらに大オランダ王国との同君連合とされ、12、さらに、オラニエナッサオケの個人所有地、13という結果に帰結した。そしてさらに大オランダ王国をフランスへの障壁にすることを考えていたイギリスは大オランダ王国だけでは不十分と考えており、40近くのドイツにおける諸国を集めて、ドイツ連邦を形成、ルクセンブルクもその中に編入された。ドイツ連邦では、 プロイセン、オランダ、ルクセンブルクの各部隊が駐屯することとなっていたが、ギヨーム一世はその権利をプロイセンに譲ったため、ルクセンブルク大公国の首都ルクセンブルク市にプロイセン軍が駐屯、フランスに対する圧力となった。ドイツ連邦に編入されたルクセンブルクは、国民もゲルマン系ではあったが、東部ではドイツ語方言のルクセンブルク語を話し、 西部ではフランス語系のアロン語を話すという状況であり、どちらかといえばフランス語を使用する人が過半数という状況であった。そのため、ルクセンブルクが独立を得たのも結局はヨーロッパ列強国の思惑の範囲内であり、ルクセンブルクの人々が得たわけではなかった。そして、ギオーム一世もルクセンブルク対抗国にオランダ王国の憲法などを適用し、実質的にオランダの 第18番目の州として扱われ、オランダ王国に取り込まれた。しかし、ルクセンブルクの人々は抗議もせず、さらに所属している、はずのドイツ連邦も問題にしなかった。このことを後に、ベルギー人の作家で評論家のピエールのドーンは、ルクセンブルク大公国が仮の国であったと評している。1830年8月、ブルッセルで暴動が発生した。これは、 ギヨーム一世が独裁的であり、なおかつ北部があまりにも優遇されたためであったが、これは数週間後に革命化した。ルクセンブルクの人々もこれに同調し、徐々にルクセンブルクも広がっていった。ルクセンブルク市のみは駐屯していたプロイセン軍がこれを鎮圧したが、その他の地域は革命派が占領した。そして1830年10月4日、ブリュッセルにおいて、 ベルギー革命政府が独立を宣言16日にはプロイセンとの衝突を避けるためにルクセンブルクはルクセンブルク対抗国はドイツ連邦との関係は続けるがベルギーの一部となると宣言したその後のベルギー独立の過程においてルクセンブルクの人々はそれに協力したがその結果大オランダ王国時代に礼遇されていた ルクセンブルクの人々もベルギー新政府においてはその要職に就任することとなった。これらの状況に対し列強各国はオランダ王国内の揉め事であるとして重要視していなかったが唯一フランスのみが障壁となっていた大オランダ王国の分断を狙ってベルギーの独立を支持した。一方イギリスはベルギーがフランスに取り込まれた場合の危険を予想 1830年11月にロンドン会議を開催した。そこで、ベルギーの独立には、ロシアと利害関係のあるプロイセンが反対はしたが、原則として、ベルギーをオランダから分離することに同意、さらにその領土制定も行った。ただし、ルクセンブルクの処遇については、ベルギーとオランダ王国の間で強く対立したため、決定がなされなかった。14。結局、 ベルギーの独立を承認した列強国はルクセンブルク貴族問題をオランダ、ベルギーの間で交渉を行うとし、決着がつくまで現状維持とした。しかし、すでにルクセンブルク対抗国はプロイセンが抑えているしと、ルクセンブルク市以外はベルギーが占領しているため、ベルギーに有利な状況であった。1831年8月、オランダは、 このダッシュを目論んでベルギーを攻撃したがフランス軍の支援を受けたベルギー軍はなんとかこれを撃退した。しかしこの戦いによりベルギー軍の戦力が露呈し1831年に列強はルクセンブルクを分断西側をベルギー領東側をルクセンブルク大公国としてオランダ王の下に置くという案を24過剰条約を提案した。しかし ルクセンブルクの完全獲得を目指していたオランダ王、ギオーム・ウィッセイはこれを拒否した。結局、これにより現状維持が保たれ、ルクセンブルクは実質的にベルギー統治下となった。1839年、ルクセンブルクが実質的にベルギー領と化していたことに気がついたギオーム・ウィッセイは、前回拒否した24過剰条約を受け入れ、ルクセンブルク分割に同意すると宣言した。 すでに9年間もの間、実質的に、ルクセンブルクを統治していたベルギーはこれを拒否。1830年からの9年間の生活は、ベルギーとルクセンブルク双方の国民感情の上で、すでに既成事実と化すまで、合体のみを遂げていたのである。しかし、列強は1831年に決定された、条約を指示。結局、ベルギー議会は賛成多数で受け入れを、 決定、1839年4月に結ばれたロンドン条約により、ベルギーとオランダの関係が決定、ルクセンブルク大公国は国土が半減したが、15ウィーン会議で決定されたオランダ王国との同訓連合とドイツ連邦所属の位置は維持した。さらに、オランダ王国はドイツ連邦の一部であるリンブルクを手に入れたため、ギヨーム一世はリンブルク公として、さらに、 ルクセンブルク大公として、ドイツ連邦に二重に所属することとなった。1839年に、ルクセンブルク大公国は、独立を果たし、現在でも身近なルクセンブルクの生まれた日として、祝われている。しかし、この独立には諸問題が含まれていた。第1に、政治面。第2に、経済面。第3に、国民意識の問題である。第1は、 列強が承認していたことと、好ましい君主ではなかったが、義応無一世の存在で何とかクリアはしていた。しかし、経済問題は、小国ルクセンブルクには緊急課題であり、国民意識もルクセンブルクが国として存在し続けるためには必要なものであった。ルクセンブルクの指導者たちは、経済面の課題をクリアするため、関税同盟を締結することを急いだ。その対象は、 プロイセン、ベルギーに絞られていたが、ベルギーという選択は、君主ギオーム一世が認めることができないものであった。しかし、国内には親ベルギーの意識があり、首都ルクセンブルク市に軍を駐屯させているプロイセンに、対しては反感を持っていた。これらのルクセンブルク指導者らの行動に苛立っていた、ギオーム一世は結ギオーム二世は、ベルギーやルクセンブルクに理解を示し、 ドイツ関税同盟の白紙撤回を試みたが、プロイセン国王、フリードリヒビルヘルム4世はこれを認めなかった。16。この脅迫を伴った回答に対し、ギオーム2世は、プロイセンとの衝突を避けるために不法意ながらも批准。ルクセンブルクは、ドイツ関税同盟に加盟した。しかし、このドイツ関税同盟はルクセンブルクにとって有益な同盟であった。 ルクセンブルクの比較工業や金属工場はドイツ市場へ進出し、さらに国内で鉄鉱石が発見されたことにより、ルクセンブルクにおける重要産業となった。そのため、1864年、ドイツ関税同盟1回目の更新の際には、ルクセンブルクは快く更新、後に長期契約に変更された。ギヨーム2世は即位後、オランダとルクセンブルク、そして、 ルクセンブルクはヨーロッパを石鹸した1848年革命に常時てギヨーム2世に議会制の導入を記した憲法の導入を要求。それまでの名詞議会の改革が行われ、さらにベルギー憲法を参考にした憲法が制定された。そして納税有権者による直接選挙が行われ、1831年。 ルクセンブルク発の内閣がウィルマルを主犯として総閣された。しかし、1856年、ギオーム2世の後を継いだギオーム3世は権威主義者であったため、ルクセンブルクが所属するドイツ連邦の規則を利用して、ドイツ型の憲法をルクセンブルクに押し付けることに成功した。ただし、1868年にドイツ連邦が解体したことにより、ルクセンブルクの人々は、 行動を起こし、再び1848年に制定された憲法を取り戻した。この憲法は3度の改定が行われた上で現行の憲法として存続している。1843年以降、ルクセンブルク政府は地方制度法、初等教育法、中等教育法を制定するなど法律の整備を行い、政治、司法はベルギーとフランス、経済、 社会制度に関してはドイツをそれぞれ模範として、さらにルクセンブルクに適した制度へ変革した。さらにインフラ整備も行い、独立時には総延長 177km であった幹線道路が1889年には総延長 700km まで整備された。鉄道は1857年にゲヨーム鉄道会社を設立した後、 東西南北を走る幹線を建設し、フランスと結ばれた。そしてフランスアンリ社が第二の鉄道網の整備を行い、建設資金が不足すると考えられる路線については政府が資金を補填した。そのため20世紀初頭までには総延長5 4 4トルまでに達した。1871年のドイツ帝国成立はルクセンブルクにおいても天気となった。 特に、プロイセンが、不屈戦争に勝利して、ロレーヌ地方を獲得したことにより、ザクセン、ロレーヌ、ルクセンブルクの各地域が一大工業地帯と化し、さらにロレーヌで、鉄鉱石の交渉が発見されたこと、ザール、ロレーヌで石炭が発見されたことにより、近代製鉄が開始された。そのため、ルクセンブルクは、ドイツの協力のもと、17、 工業化が促進されることとなった。1879年、ドイツ帝国が自由通商政策を取り入れると、ルクセンブルクの製鉄のほとんどがドイツへ輸出されることとなり、製鉄を中心とした産業がルクセンブルクの基幹産業と化し、そのために、それまでルクセンブルクの中心産業であった農業の近代化が遅れることとなった。そして1820年代から始まっていた、 海外移民が加速されることとなり、その兆候は第一次世界大戦の勃発まで続いた。産業革命後は人々の流出が収まったかのように見えましたが、その実、ルクセンブルクの工場で働く移民が増加しただけのことであり、ドイツ人、イタリア人、フランス人、ベルギー人らが流入、製鉄業に従事する労働者の60%が外国人と化し、 その大半がドイツ人であった。そのためドイツ化の懸念が発生していた。ルクセンブルクは独立は果たしたものの、その立場は微妙であった。特に1839年に結ばれたロンドン条約はベルギーとオランダの対立を解消するためのものでしかなく、ルクセンブルクについてはあくまでも暫定措置でしかなかった。そのため、 ルクセンブルク独立についてこと細かに制定されておらず、オランダやベルギーのみならず、フランスドイツも併合を主張することができた。18。特にドイツはプロイセン軍がルクセンブルク市に駐屯しているという事情があった。1848年にドイツ統一を目的とした議会がフランクフルトで開催されると、ルクセンブルクを含めてドイツ連邦所属国はすべて代表を送るよう、 要請され、ルクセンブルクの危機が迫ったが、結局この議会は、失敗に終わり、ルクセンブルクの独立は保たれた。1866年に、広島戦争が勃発すると、ルクセンブルクは慎重な姿勢を示し、中立を保った。戦後、北ドイツ連邦が形成されたが、プロイセンの最小ビスマルクは、ルクセンブルクの不参加を承認した。しかし、 ルクセンブルクには息をつく暇もなく、次の危機が迫っていた。ルクセンブルクはこの時点でも、オラニエ・ナッサオ家の個人所有であったが、それを見越したフランス皇帝ナポレオン3世が、オラニエ・ナッサオ家当主ギヨーム3世に買収を持ちかけ、ギヨーム3世もこれを承諾した。19。また、ベルギーもこの状況に至り、ルクセンブルクの領土は1839年に譲ったに過ぎず、 引き裂かれた兄弟として、ルクセンブルクの変換を主張。ルクセンブルクの独立は、風前の灯火になるかと思われ、ある人物は、国の存続ができるとは思わないと書き残している。プロイセンはルクセンブルクに部隊を駐屯させていることや、その戦略価値から猛烈に反対。プロイセンとフランスの激突は、秒読み寸前にまで至っていた。しかし1867年5月、 この事態を憂慮した列強各国がロンドンで会議を開いて妥協点を模索。結局、イギリス・フランス・プロイセン・オーストリア・ハンガリー・イタリア、ロシアらの保証のもと、ルクセンブルクは非武装衛星中立国とされることが決定。プロイセン軍は引き上げ、さらにルクセンブルク上塞も解体された。しかし1870年、不仏戦争が勃発するとその状況が一変した。 当初、プロイセン軍は、中立国である、ベルギー、ルクセンブルクを通過せず、ロレーヌ経由でフランスを攻撃、ルクセンブルク政府も国民に中立を呼びかけたが、国民の同情はフランスに向いていた。さらに、プロイセン軍が勝利を収めるに従い、ドイツの新聞は、ルクセンブルクの併合を論じ始めた。しかし、ルクセンブルクの人々はそれに対抗、ギオーム三世の弟である、 ルクセンブルク総督、アンリー王子に請願書を手渡し、ルクセンブルクの独立と中立を要請した。そして、ルクセンブルクの人々は国家をもじって、ミアウェリー・ジョー・ケング・プリーズ・ジンと歌い、ナショナリズムの高揚が始まった。しかし1870年12月、ビスマルクはルクセンブルクへ、東フランス鉄道会社が怪しい行動を行っているとして、プロイセン政府は、 軍事作戦において、ルクセンブルクの中立を考慮しないと威嚇的な通告を送った。これは領土についてではなく、鉄道についての通告であり、ギオーム鉄道網はドイツの管理下に置かれ、1872年には鉄道を譲渡させたが、この状態は、不仏戦争終了後も続き、ルクセンブルクの経済面をドイツが支配することとなった。しかし、ルクセンブルクでは、 ナショナリズムの高揚が続いており、総人口20万のうち成人男子4万4000人らが独立を保つ請願書に参加している。1890年、ルクセンブルク大公権オランダ国王のギヨーム3世が男子の後継ぎのないまま世を去った。オランダ王位は娘、ミルヘル・ミナが継いだが、ルクセンブルク大公位には女子が継承するという規定がないために、 結局、ナッサウ・バイルブルク家のアドルフが継ぐこととなった。ルクセンブルク国民は、元はドイツの両方君主、ナッサウ公であった、アドルフの即位によって、ドイツの影響が強まることを懸念したが、アドルフと息子ギオーム四世、さらにその娘マリーアデ・ライードの間、ルクセンブルクの独立は保たれ、歴代大公は伝統を尊重してフランス語の習得まで行った。そのため、 ルクセンブルクはオランダとの決別に成功し、新たなルクセンブルクやはそれまでのオランニエナッサウケと違い、ルクセンブルクに定着することとなった。また、ルクセンブルクではドイツへの併合の懸念から、それまでのルクセンブルク語がルクセンブルクで話されるドイツ語であるという概念を否定し、議員のミッシェル・ウェルターは、我々は外国語であるフランス語、ドイツ語らを習得することはできない、 我々の母国語はルクセンブルク語であると発言、ルクセンブルクにおけるアイデンティティが確立されていった。シュリーフェンプラン第一次世界大戦が勃発すると、ドイツ軍はシュリーフェンプランに従い、1914年8月2日にルクセンブルクへ侵入した。4日、ドイツはその日を認め、これはあくまでも作戦上のものであって、ルクセンブルクに敵意があるわけではないと説明した。 状況に変化はなかったが、20、ドイツは、ルクセンブルクの政治には、最小限でしか干渉しなかった。このドイツ軍の侵入はルクセンブルクにとっては、突発的なことであり、中立を侵害していると抗議したが、それも受け入れられず、結局ルクセンブルク政府は、なんとか中立の維持に努めた。ベルディーは、ルクセンブルク併合の野心を抱いており、 亡命中であったベルギー外務省は1839年に失った領土を取り戻して大ベルギーを形成することを目論んでいた。しかし、ベルギー国王アルベール一世を含むベルギー政府らは検討の結果、領土要求を先送りすることを決定。フランスをはじめとした列強各国への牽制の意味を含めた上で、ルクセンブルク大公国の 自国領土への復帰の表明を1915年6月に行い、さらに連合国へ主張の正当性について宣言を行うにとどめた。エヒタナハの橋を渡るアメリカ第125不評師団、1918年12月1日、一方でフランスはルクセンブルクが戦前と同じ地位にいることを許すべきではないと考えていたが、国内でも意見が割れたため、フランス首相、 アレクサンドル・リボーはベルギーに対し、ルクセンブルクはフランスの戦争手段ではないと秘密裏に通告。これは、リボー宣言とされた。戦争直前の1914年6月、ルクセンブルクでは国会選挙が行われていたが、その結果、左翼連合とカトリック党が主導権争いをしており、ルクセンブルク政府はこの危機に対して、挙国一致体制で臨むことができず、 ルクセンブルクの舵取りはは24歳のマリー・アデラ・イード、大公に委ねられることとなった。この当時、ルクセンブルク政界は、ドイツとの関係維持に肯定的であったため、マリー・アデラ・イードもそれに習い、1914年9月には、ルクセンブルクを訪れたドイツ皇帝ビルヘルム2世とも、会見を何度か行った。そして1915年、アデラ・イードは、国会を解散、これにより、 ウハは勢力を増したが、これは、サハの敵外心を募らせただけに過ぎなかった。連合軍を歓迎するルクセンブルク市民。1918年11月1918年11月11日、第一次世界大戦が終結すると、サハの労働者、農民ソビエトグループが共和国宣言を行ったが、これは鎮圧された。そしてマリーアデライード大公に敵対心を持っていた。 左派は国会において対抗の対意を求める動議を提出したが、これは何とか禁差で否決された。さらに連合国もマリー・アデラ・イードが親独的であったため、フランスなどはルクセンブルク外相との会見も拒否していた。1919年1月、左派はクーデターを起こして人民委員会を受立、共和国宣言を行った。これに対し右派も、 マリーアデラ・イード大公を支えることができなくなったために大位を進言、妹のシャルロットが大公に就任した。さらにこの事態により、ルクセンブルクの秩序が乱れることを恐れたフランス軍が決起軍を解散させたため、このクーデターは失敗に終わった。さらに左派はシャルロットの即位も阻止しようとしたが、この時は国会で大差で否決されたため、シャルロットは大公に即位。 君主制批判も和らいだ。そして政府は君主制か共和制かを選択する国民投票を行うことを宣言。これにベルギーが介入したが、ルクセンブルク国民らはデモを行い、ルクセンブルクはルクセンブルク人のもの、と宣言した。経済面では1918年12月、連合軍の指導によりルクセンブルクはドイツ関税同盟から離脱させられたが、このために、 フランスへの依存が拡大した。1918年9月以降、連立政権が政権を担っており、1919年の選挙でカトリック党が勝利した後も、左派を含む連立政権で運営を行っていた。しかし1921年、左派の大臣が個人的理由で辞任すると左派とのつながりも消滅し、カトリック党単独政権となった。 1925年の選挙において右派は、第一党は確保はしたが絶対多数を失ったため、左派とリベラル諸派らの連合が政権を担うこととなったが、これは連立というよりも寄せ集めに過ぎず16ヶ月で崩壊したが、社会保障改革や労働者評議会の復活等、労働関係の政策が取られた。1926年、右派が政権に就くと、ジョゼフ・ベッシュが、 首相と外相に就任し、1937年まで外相の地位を保持したが、右派は最大勢力ではあったものの単独で政権を担うことはなく、リベラル派や左派との連立を行った。世界恐慌が発生すると、1921年に結成されたがその勢力が脆弱であった、ルクセンブルク共産党が勢いを増したが、1937年、 別種はこれを禁止するための法案を提出した。この法案は議会こそ通過したものの、別種が国民投票で決定させようとしたが、反対票がわずかに上回り否決された。さらに同時に行われた議会選挙において、右派は勢力は維持したものの、連立を組んでいたリベラル派は勢力を減じることとなったために、別種は対人右派のピエール・デュポンを主犯として、 サハジャカイを連立を組むこととなった。ドイツ関税同盟からの離脱により、ルクセンブルクは大きな影響を受けることとなった。それまで保護されてきた農業は新たに結んだベルギーとの関税同盟により大きな影響を受けると考えられた。政府は新たな経済同盟についても保護措置の導入に成功したが、大改革の必要が発生した。しかし、 農業の市場化21は行われることなく第二次世界大戦後にヨーロッパ経済共同体創設の際に結ばれたローマ条約交渉時に問題となることとなる。さらに醸造業もこれまでの大して高級でもないワインをドイツに出荷20にしていたがそれも不可能となったためにこれまでのブドウ畑は高級ワイン用のブドウ畑に転換され共同組合による酒蔵も 設立、1925年にはワイン醸造研究所が設置されその品質管理を行った。そのため、ワイン生産量の3分の1が輸出向けとしてベルギーへ出荷され、さらにベルギー政府もルクセンブルクワインの保護は支持した。旧アルベット社本社製鉄業はそれまで工場を所有していたドイツ資本が第一次世界大戦の敗北により、べてを放出。 さらに、ドイツという最大の市場を失うこととなった。そのため、フランスベルディー系の資本が、ルクセンブルクの工場に流入することになり、アルベット社ラ・ハディル社が二大製鉄会社となった。ルクセンブルク系のアルベット社は、ドイツ市場を失ったことにより、多国籍に輸出を行ったように、製鉄業は世界規模で活動を続けたが、世界市場は流動的であった。 そして、1923年、フランスのルール占領により、ルクセンブルクの製鉄業は大打撃を負った。そのため、アルベット社の経営者、エミール・マイリッシュは、フランス、ドイツ領経済界へ働きかけ、さらに1925年のロカルノ条約、1926年のブリアンシュトレゼーマン会談などの好影響を受けた、上で、鉄鋼国際領会の結成にこぎつけた。 この領海は一種の国際カルテルではあったが、ドイツ、フランス、ベルギー、ルクセンブルク、ザールによる生産工の自主規制を行うことになり、ルクセンブルクの製鉄業は第一次世界大戦後の状況に対応することができた。しかし、この努力も世界強行により大打撃を受けることとなる。第一次世界大戦中、ルクセンブルクはドイツに占領されたため、 労働者の生活環境は著しく低下。ルクセンブルク政府もこれには無意無策であった。そのため1916年8月、労働者たちは組合の結成を開始していた。第一次大戦後、ドイツ軍は撤退したが、ルクセンブルクの製鉄業はドイツから資源が供給されなくなったこと、さらに市場であったドイツが疲弊しきっていたことから苦境に陥っており、 さらに1918年2月のドイツ関税、同盟からの離脱もさらにそれに拍車をかけることとなった。特に1918年11月から1919 19年1月の間、ルクセンブルク独立が危機に陥っていたため、政府はこれに対応する余裕がなかった。そのために1919 19年から1920年にかけてストライキが頻発。 1921年になると、全金属製品の価格下落が発生した。フランス系のハディル社では、社員のまず7%、後には17%もの解雇が発生したが、労働運動が急進化していたため、解雇期限を超えても彼らは働き続けていた。しかしこれも、1921年のハディル社を代表と、 する解雇問題と1917年のロシア革命の影響で急進化していた労働運動は解雇が行われなかったルクセンブルク資本のアルベット社にまで波及したロックアウトで対応した会社に対し労働協議会を形成して経営権を掌握しようとしたがこれは政府が武装警察を投入したこととフランス軍が介入の意思を示したため 流血を見ることなく終わった。政府はこれらの諸問題を重く見て、フランス系、ハディルジャやベルギー系のウグレマリエ社、地元系アルベット社と労働者の仲介を試みた。ハディル社ウグレマリエ社は妥協しようとしなかったが、アルベット社は妥協した。このため、労働者側の敗北に終わったが、これには他にも不況が、経営者に有利に動いたこと。 製鉄業のみがストを行っただけに過ぎなかったこと、農民や中流階級が参加しなかったことが、要因として挙げられている。しかし、敗北したのは労働者だけでなく、政府も傷を負っており、フランス・ベルギー政府の閣僚らが、ルクセンブルク首相、エミール・ロイターの元を訪れて労働者、評議会制度の廃止を申し入れ、これに屈していた。1921年のストライキはルクセンブルクに、 大きな影響を残した。労働組合らは共産主義者に代わって、それまでに得た社会的権利や賃金の維持を図るようになった。また、政府も改良主義的方針を採用。1924年に成立した法律で職能会議を設立。その中には、労働会議も含まれ、関連法案制定時には、その意見を聞くことが条件とされていた。 そして1925年、工場労働協議会が再設立され、労働組合、労働会議、労働協議会の3期間を通じて労働者は意見を表明することが可能とされた。しかし1929年に世界恐慌が発生すると賃金がカットされたが、政府はこれに対して賃金委員会を設立、経営者側も賃金税制を了承した。しかし、 職務合は、賃金委員会のさらなる規模拡大を狙って、1936年1月に大規模なデモを実施した。労働者側発表4万人、警察側発表2万人にまで達したこのデモは、アルム広場で大会を開催したが、政府はこれに対して、労働国家評議会の設置、24を設定、経営者も組合を正式な代表と認めざるを得なく、なった。 そして国会では労働運動に関する処刑罰について廃止を行い、労働者の権利が拡大した。1918年2月、パリにおいて10カ国により会議が開かれたが、ベルギーはルクセンブルクの併合を強行に推し進めようとしたが、これをフランスが阻止した。ルクセンブルク首相、エミール・ロイターは会議でルクセンブルクの独立維持を訴え、その結果ベルサイユ条約では、 衛星中立の義務は解消された。ルクセンブルクは戦前と同じ地位を確保することとなったが、ここにはフランスとベルギーの存在が関係しており、ベルギー軍がルクセンブルクを占領しようとした際には、フランスはそれを妨げていた。そしてアメリカ大統領、ウッドロー・ウィルソンの唱えた民族自決の精神も、ルクセンブルクの独立に寄与していた。1918年9月28日、 君主制か共和制かを選択する国民投票が行われたが、これは80%もの圧倒的多数で君主制の維持が選択された。さらに同時に経済同盟をベルギーもしくはフランスのどちらと選ぶかの国民投票も行われたが、これはフランスとの同盟を選んでいた。しかし、ベルギーと交渉を重ねていたフランスはこれを拒否、ベルギーを選ばざるを得なくなっていた。 1921年7月、ベルギー・ルクセンブルク経済同盟協定が結ばれたが、これはルクセンブルクに不利なものであり、当初ベルギーとフランスが利益を得ることとなった。しかし、この経済同盟は、以前のドイツ関税同盟とは違い、ルクセンブルクにも発言権があったため、やがてルクセンブルクの利益溶かすこととなる。25。しかし、この関税同盟も、製鉄。26。 アルコール27、鉄道28の諸問題で圧力が発生。さらには1929年に発生した世界恐慌により破綻しつつあった。そして、世界恐慌のために各国が保護主義に走り始めると、ベルギー・ルクセンブルクの国境関税も復活、同盟は崩壊寸前であった。しかし、1935年、両国は交渉を開始。 輸入割り当てと輸入税において共通政策が導入され、司令権はベルギーが握り続けたが、同盟内の自由通商の原則が再確認され、同盟は両国が対等な地位となった。ベルサイユ体制のもと、ルクセンブルクはそれまでのドイツ依存から抜け出し行動の自由を得ることとなった。確かに、フランスベルギーにも依存していたが、以前のドイツほどではなく、 さらに国際連盟にも1920年に参加、早期参加国となった。中立義務は廃止されたが、ルクセンブルク政府としては中立政策の維持を考えていた。1925年のロカルノ条約には参加しなかったが、その恩恵は受けることとなった。しかし1935年、イタリアのエチオピア侵攻により、 その立場を変則的に適用しなければならず、イタリアへの経済制裁には参加するが、軍事制裁には参加しない立場を表明した。1930年以降、ベルギーはフランス・ベルギー軍事協定から離れ、第一次世界大戦時の中立方針を取っていたが、1936年3月、ナチスドイツがラインラント中流を開始すると状況が一変した。しかし、 ベルギーが中立政策をとっている以上、ルクセンブルクも中立方針を放棄することはできず、1937年4月、ルクセンブルク首相、ジョゼフ・ベッシュも中立政策は放棄しないと海外プレスの前で強調した。ベッシュは諸国から中立の保障を得るための活動を行ったが、イギリスを筆頭に各国はこれを拒否。1938年には、 国民の支持を得ているにもかかわらず、ルクセンブルクの中立の保障を得ることは成功しなかった。1930年代、外相を兼務していた別種は、国際連盟の諸会合にも常に出席を続け、ルクセンブルクの中立を維持するためのありとあらゆる努力を行ったが、結局中立の保障を得ることはできず、第二次世界大戦において、ナチスドイツの侵攻を受けることとなる。 1939年9月1日、ドイツがポーランドへ侵攻を開始、それに伴いイギリス・フランスがドイツに対して、戦線布告。ここに第二次世界大戦が開始された。当初、西部戦線では戦闘もなく、まやかし戦争と呼ばれた。1940年5月9日にはドイツは、ルクセンブルクの統一及び独立を侵害する意図を持っていないという制約を、 ルクセンブルク政府に行った。しかし、翌5月10日、ドイツ軍は西部戦線において攻勢を開始、ルクセンブルク政府及びシャルロット大公らはすぐさま亡命を開始した。もともと非武装中立方針を採用していたルクセンブルクに対し、ドイツ軍は首都ルクセンブルク市政法へグライダーで奇襲を行ったため、寸でのところでフランスへの亡命に成功した十九。 しかし、フランス軍は、ドイツ軍の攻撃の前に間もなく、崩壊、大抗らは、中立国スペインへ、脱出、6月24日には、ポルトガルのリスボンへ至ることとなった。ルクセンブルクは、非武装中立であったため、ドイツ軍の攻撃の前に、フランス軍が立ちはだかり、ルクセンブルクでも戦闘が行われ、5万人がフランスへ、4万人が、ルクセンブルク内の戦闘が発生していない地域へ、 避難したが、幸いにも、ルクセンブルクでは、激しい戦闘が行われることはなかった。しかし、政府及び大公があまりにも突然に亡命したため、ルクセンブルク内では国民への声明も行われず、また、政府亡命後のルクセンブルクにおける行政権の担当も決まっていない状況であった。一応、議会では5月11日に、中立国への審判について、抗議を行い、 さらに16日には亡命した政府の代わりとして官房長官ウェーラーを長として政府評議委員会の設立を行った。ドイツ占領軍はこの評議委員会を行政委員会へ変更した。ドイツの進攻は1867年のロンドン条約以来のルクセンブルク中立政策を転換させることになった。シャルロット大公とピエール・デュポン首相の政府は明確に ドイツに対する敵対姿勢を見せるようになり、亡命政府は第二次世界大戦終了後の自国の地位を確保するための活動を開始、連合国の一員として活動するようになった。フランスの降伏により、フランスを頼みとしていたルクセンブルク国民らは失望していたが、仮政府と化した行政委員会はドイツと交渉を開始、シャルロット大公の復帰についてドイツ外相を ヨアヒム・フォンディッペントロップへ所簡を発したが、これは無視された。そのため、ドイツ総統アドルフ・ヒトラーやローマ教皇ピウス12世などへの呼びかけを行ったが、このためにゲシュタポに睨まれることとなり、ナチスドイツはルクセンブルクのゲルマンカとドイツへの併合方針を決定していた。さらに、ポルトガルへ脱出した亡命政府もポルトガル政府が 政治活動を行わないことを条件に滞在を許可している状態のため、身動きが取れなかった。そのため、シャルロット大公の夫フェリックスがワシントンにおいて活動を行い、ホワイトハウスとの交渉に成功。アメリカ大統領フランクリン・ルーズベルトは、軽巡洋艦トレントンをリスボンへ派遣した。一時的に帰国を要請する所管が、シャルロット大公へ届いたため、シャルロットは、 アメリカ行きをためらったが、1940年8月2日、ルクセンブルクを含む地域を担当していたドイツの大韓区指導者がルクセンブルクの行政権をすべて掌握。さらにルクセンブルクのゲルマン化を開始したため、シャルロット大公や亡命政府はカナダへ拠点を移動させることを決定した。さらに、シャルロット大公は BBC 放送を通じて国民へ呼びかけを行った 亡命政府はカナダに到着すると、モントリオールを拠点とした。31。ただし、別種外省など一部閣僚は、ロンドンに残して外交拠点としたが、拠点を2カ所にしたことで問題が生じることとなった。ルクセンブルクは資産を、ベルギー国立銀行に予託していた。ベルギー国立銀行は保管、保有する全資産の3分の2をアメリカへ避難させた。残りの三分の一に、 ルクセンブルクの資産があった。この3分の1がダカール経由となったがフランスのビシー政権に抑えられナチスの手に渡った。結局今後植民地から収益のあるベルギー政府に資金を前借りした。亡命政府は占領されたルクセンブルクの国民たちを舞して連合軍の勝利を確信させるため頻繁に BBC 放送を通じて宣伝を行い、 シャルロット大公もそれに加わった32。そして連合軍に所属する諸国の一般世論家もその指示を訴え、ナチスによるゲルマン化の恐ろしさを伝え、さらに1942年8月、ルクセンブルクで発生したゼネストをドイツ軍が鎮圧したとき、ついには世界規模でナチスを非難する反響を得ることに成功した。しかし、あまりにも国土が狭いため、 連合国首脳のコメントの中に、ルクセンブルクが含まれないこともあったため、忘れられないための常なる戦いを、亡命政府は続けなければならなかった。ただし、ルクセンブルクはアメリカが策定した戦後の援助プログラムに加えられ、ロンドンでの諸国外相会議にも常に参加した。一方でルクセンブルクは、非武装中立方針であったため、兵士などがほとんど存在しなかった。 フェリックスやジャンタイ構成士をはじめとするルクセンブルク人は義勇兵として連合国軍に参加して各戦線で戦った。1944年、ルクセンブルクから亡命した人々や他国の外人部隊に所属していたルクセンブルク人らを招集してルクセンブルク中隊を編成、ベルギー第一旅団に所属させたが、 戦後この影響からルクセンブルクでは兵役義務制が実施されることとなる。そしてこの期間に亡命政府は同じく亡命していたベルギー政府やオランダ政府との関係を深めることとなり終戦後に新たなベルギー・ルクセンブルク経済同盟が一新された上で締結され、さらに三国は1945年9月5日ベネルクス協定を締結する関係にまで至った。 当初見捨てられたと考えていた、ルクセンブルク国民たちも、ナチスドイツによるゲルマン化政策を中心とする、占領期間が長引いたため、政府の亡命を正しいことであったと考えられるようになった。ルクセンブルクを訪問する、新英体全国指導者、ハインリヒヒムラー、1940年7月1940年7月29日、ルクセンブルクに隣接する、 ドイツ国のコブレンツトリア大韓区の大韓区指導者、グスタフ・ジーモンが、ルクセンブルク民政長官として民政を担当することとなった。ジーモンは着任早々、公用語をすべてドイツ語へ変更、フランス的なものの破壊を開始した。フランス語の授業は停止され、ルクセンブルク国民の生命に至るまでドイツ語へ変更された。そのために、 バスクのベレー帽ーまでが禁止される事態にまで至った。ジーモンは、ゲルマンカの名の下、ルクセンブルクという国の解体を目論み、8月14日には、ルクセンブルク国、ルクセンブルク大公国という表現使用を禁止した。8月から10月にかけて、政党の禁止、大議員と数密院の廃止、ルクセンブルクの憲法及び法律の停止を行い、最終的には、 行政委員会も廃止、ドイツの法制が導入されて事実上、ドイツへの併合状態に至り、最後には、ルクセンブルクはもはや存在しないと宣言まで言った。さらに文化面でも、その活動は始まった。ルクセンブルクでは、元来、フランス文化が優位であったが、1934年に設立されたドイツ文学芸術協会が、秘密裏にナチスとの協力関係を結んでいた。 1935年、ダミアン・クラッツェンベルクが会長に就任したことにより、それまでドイツ伝統文化を宣伝するだけであった。教会は、ナチスの宣伝を開始した。1940年6月、クラッツェンベルクは、さらに、ドイツ国民運動を結成。ルクセンブルク人は、人種的にも、言語的にもドイツ人であると宣伝を開始。ルクセンブルクは、祖国ドイツへ復帰すべきであると説いた。 1940年8月の時点で600人が参加していたが、9月には6000人にまで増加した。ただし、これは様々な圧力があってやむなく参加した人も含まれている。翌年になるとさらにその圧力は強まり、ルクセンブルク国民のゲルマン化が促進された。そしてヨーロッパ各地で連勝を続けるドイツ軍らの情報を聞くに及び、 連合国の勝利を疑うものまで現れた。そのため1941年、ドイツは VDB への参加者を7万人と発表、1941年10月に予定していた国勢調査においてドイツに有利な状況を作り出そうとしていた。この国勢調査はドイツにより誘導的なものとして、自らが属する国籍、使用する言語、 属する人種に関する質問が用意されており、返答次第では逮捕することになっていた。しかし国勢調査の寸前、一つのメッセージ、ドリモル・レツェバーグュが国中を駆け巡ったため、国勢調査票の強制回収は中止されることとなった。この1941年10月10日の出来事で、ゲルマン海邁進するナチスドイツに対して、ルクセンブルク国民の間で、 ナショナリズムが高揚することとなり、現在も10月10日は国民連帯の記念日として祝われている。この国勢調査の失敗により、ナチスは別の手段によるゲルマン化の促進に方針を転換した。1942年にはルクセンブルクはコブレンツトリーンや大韓区に編入されてモーゼルラント帝国大韓区とされた。8月23日には、 ドイツ系住民に対して徴兵制を導入し、徴兵者にドイツ国籍を付与するに至った。8月31日、ルクセンブルク国民らはこれに対してゼネストで対抗したが、ジーモンはこれに弾圧を加え、死刑や強制収容所へ送られるものも存在した。そして、ジーモンは、ルクセンブルク人らに自発的にゲルマン化を選択させることを諦め、 徹底的な抑圧政策を実行。ヒンツェルトには強制収容所が設立された。そしてさらに、ルクセンブルク国民の30%をドイツ東部へ追放することも開始されたが、これは4000人ほどが追放された時点で終戦を迎えることとなった。徴兵制により1万211人がドイツ兵として徴兵され、東部戦線へ送られた。 そのうち2848人は故郷の土を踏むことがなかったが、徴兵された人々の34%が脱走を図った。脱走兵の家族らはドイツ東部へ強制移送され、捕らえられた兵士らも軍法会議で処刑されたが、一部の者はベルギーの抵抗組織、ベルギー白軍やフランスのマキダンに参加、さらにイギリスにまでいたり、 ルクセンブルク中隊に参加する者も存在したが、多くはルクセンブルク国内で戦争が終わるまで隠れ住んだ。ユダヤ人たちはさらに過酷な運命をたどった。BC フランスへ追放された者も存在したが、その多くが強制収容所へ送られ、ルクセンブルク国内に存在したユダヤ人3700人のうち3分の1が犠牲となった。このような状況の中、 ルクセンブルク内では、ゲルマン化への抵抗が開始された。1939年に作成された独立100周年、記念バッジを着用して、抵抗を示す者も,も現れ、1940年10月には、第一次世界大戦に参加して戦死した、義勇兵の記念碑の撤去にも抵抗した。そして、1941年国勢調査事件の発生以後、 ルクセンブルクでもレジスタンス運動が組織化され本格的な抵抗活動を開始する。初期には各組織は連携も取れずにバラバラに活動を行っていたが結合が1944年3月に結成されたことにより共産系から保守系まで党派を分け隔てることなく一つにまとまることとなった。ただし非武装中立であったために軍事的な活動は不可能であり、 国民の指揮を鼓舞することと、ナチスの犠牲者の救済及びその家族の保護に重点が置かれ、1942年8月31日のゼネストに対して行われた大弾圧以降、ナチスの犠牲となった人々らの救済に力が注がれた。しかし、その一方でナチスに協力する人々も現れ、 NSTPA の参加者は1941年9月の時点で4000人を数えた33。1944年9月9日から11日にかけてのアメリカ軍の作戦行動によりルクセンブルクは解放された。しかし12月16日、ドイツ軍が反撃を開始。それまでさほど損害のなかったルクセンブルクはこの戦いで建物の三分の一が破壊され、 その損害は72億フランにまで達した。第二次世界大戦中、戦争行為で死亡した人々は5700名に、及び1972年に、ルクセンブルク政府は彼らの保証に100億フランを拠出することとなる。しかし、第二次世界大戦におけるナチスの弾圧に耐えたことにより、ルクセンブルクの人々は民族の独立を守り通し、 その最後の過程が完成することとなった。1944年9月23日、ルクセンブルク亡命政府は帰国した。ただし、バルジュの戦いにおける連合軍の作戦活動により制約が存在しており、しばしば圧力を生むこととなった。1944年12月、初めて議会が招集されたが議員が集まらず、代わりに、 国会議員やレジスタンス代表を招集したが、これは反対が紛失した。そのため、レジスタンスは亡命政府の早期退陣と投票による新政府の選出を求めていたが、これに対し戦前より継続していたデュポン内閣は政権維持のために基盤拡大を行った。しかし、レジスタンス及び共産党が反政府キャンペーンを開始、 これを何とかしのぎ切ったデューポンは10月に選挙を行うことを宣言した。1945年10月の選挙においては、右派、キリスト教社会党が第1党を占め、第2党には社会党、第3党には愛国国民グループ、そして第4党の座には共産党がそれぞれついた。この時、亡命政府閣僚4人は苦戦を強いられ、1名は落選することとなった。 11月13日、デュポンは4党合意により、連立政権を樹立した。しかし1947年2月、各党の思惑が一致することなく4党連立は崩壊。このためキリスト教社会党、愛国民主グループらで連立政権を樹立した。結局、各種政権交代があったものの、デュポンは1953年に死去するまで首相を務め、 さらにその後を継いだのは戦前の首相別種であった。共産党は一時的に勢力を増したが、冷戦が発生したことにより1980年代には勢力を失うこととなる。また、政府はロンドン条約で規定していた非武装衛生中立規定を吐き、徴兵制を導入した。そして国際的な出来事には全面的に参加して義務を果たした。 さらに1945年国連憲章にも署名国際連合にも参加した。さらに冷戦が発生すると1947年ブリュッセル協定にも参加各国の相互防衛義務を負った上で1948年には北大西洋条約機構にも加盟した。さらに1944年ベルギールクセンブルク経済同盟が復活するがさらに9月に 亡命先のロンドンにおいて、ベルギーオランダルクセンブルク3政府の協議により、関税同盟の創設が決定、発行は1948年1月にずれ込んだ。当初は関税抜きとされたものの、物品税や流通税が徴収され、その税金は互いに国境で保管するなど、その効果は限定的であった。そのため、翌年10月に仮同盟が、 ベルギー・ルクセンブルク経済同盟とオランダの間で締結され、1958年にベネルクス経済同盟条約が締結されて以降、三国が対等な国として経済活動も活発化することとなった。しかしこれも1960年代以降、欧州経済共同体が発足すると EEC が完全にベネルクス経済同盟にとって変わることとなった。 それに対して、ベルギー・ルクセンブルク経済同盟は、現在も健在である。ありがとうございます。